私太りやすい体質やから痩せるなんて無理やわ。そうやって諦めている方でも今からする体操を行っていただければ意志がメラメラと引き締まっていくんで一緒にやっていきましょう。ではまずこのままバンザイをしていきます。肩に力を入れないように上にバンザイをしていきましょう。これを10回一緒に行っていきます。では行きましょう。せーの、スタート。いきますよ。はい、1、2、力伸ばして3、4、力伸ばして5、6、7、目が反らないように気をつけて8、9、ラスト10。 OK です。まずはお腹の前が伸びていきましたね。では次にお腹の横を伸ばしていきましょう。腰に手を当ててもらって斜め上に手を伸ばしていきます。そして戻して反対も同じように動かしていきます。この時に呼吸を止めないように気をつけて行っていきましょう。それではいきます。せーの、スタート。いきますよ。はい、1、2、はい、息を吐いて、はい、3、はい、4、はい、5、はい、5、力伸ばしましょう。はい、6、呼吸止めないで、はい、7、はい、8、あと待っちゃった、9、はい、出そう、10、OK です。いいですね。このお腹の横も伸びていきましたね。それでは次にお腹を軽くひねっていきましょう。このように手を伸ばしながら軽く体をひねっていきます。この時に顔も一緒に振り向いてしまうと目が回ってふらついてしまう方もいらっしゃるかもしれませんので、顔は正面を向けたまま体をひねっていきましょう。それではいきます。せーの、スタート。いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10。 OK です。肩幅に足を開いてもらって、このままお尻を少し突き出しながら落として、そしてこの膝がつま先の前に出ていないように確認していただいて、そして、この太ももを触ってください。この触った時に太ももの前全体が固まっていれば OK です。なので、まずは10回このくの字スクワットを行っていきます。膝がつま先の前に出ないように気をつけて行っていきましょう。それではいきます。せーの、スタート。いきますよ。はい。1、2、3、4、5、目線はそうですよ。6、7、8、9、偉そう、10。 OK です。今少しだけ膝を曲げて戻す、これを行うだけでもしっかりと太ももを全体に効いてきたかなと思います。では次に片足を前に出してもらって、ある程度踏み込んだら床をしっかりと蹴って戻りましょう。で、反対の足も踏み込んでからぐっと床を蹴ります。この時に膝が前に行き過ぎないように気をつけてもらっていきましょう。それでは行きますよ。せーの、スタート。行きますよ。はい、1、2、3、4、5、6、頑張って7、8、9、やるぞ、10。 OK です。皆さん膝は大丈夫ですか？膝を曲げすぎないように気をつけていきましょう。では次は足を横に出していきます。そしてこれも蹴って戻ります。反対も同じように踏み込んでもらって、そして床を蹴って戻す。
これを行っていきます。それではいきますよ、せーの、スタート。いきますよ、はい、1 2 3 4 5、頑張って、6、もうちょっと、7 8 9、はい、ラスト10。 OK です。いいですね、どんどん体が熱くなって脂肪を燃焼してきてますよ。では次に行きます。次は応用編で、このスクワットをしながらバンザイを行っていきます。このように行っていくと、さらに体の脂肪燃焼効果が高まり、よりお腹がぺたんこになっていって、背中美人にもなっていきますよ。体がしんどい方は休憩を挟んでから行ってみてください。ではいきますね、せーの、スタート。いきますよ、はい、1 2 3 4、手を投げて、5 6 7 8、あともうちょっと、9、やらそう、10。 OK です。それでは次に行きます。次も応用編で、先ほど行った足を横に出して、他の動きがありましたね。この動きに両手を上に伸ばして、バンザイを加えていきます。体をより大きく動かすようにしていきましょう。それではいきます、せーの、スタート。いきますよ、はい、1 2 3 4 5 6 7 8、もうちょっと、9、やらそう、10。 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。今終わって膝周りが痛くはなっていませんか？これを1日に1セットは行っていただいて、続けてやっていくことで、体の基礎代謝が上がり、痩せやすい体を手に入れることができますので、ぜひ1日まずはやってみて、継続していくことが大事ですよ。まだチャンネル登録と高評価をされていない方は、今のうちにチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。